さても皆様、平家物語につきましてお話申し上げる節操は、天台大僧図法院の位を賜りました藤原長賢でござります。節操が京都の一条北王子阿久井に住まいして語り始めた説教節が後に我が国の歌芸語り芸の元祖と言われるようになったということでござりますが、私がなぜ火曜平家物語に登場いたしたかはおいおいお分かりいただけるものでござりましょう。そもそも桓武天皇が延暦13年11月8日山城の国門の郡に平安の都を定められて以来360年間弓矢の争いはなかったのでございます。その平安を打ち破ったのは保元の乱。当時の政情を申し上げますると、宮廷の祭りごとの中心におられたのは関白忠通と左大臣頼長のご兄弟。これがまた仲たがい激しく、さらに恐ろしきは好意をめぐって崇徳上皇と弟君後白河天皇が敵対あそばすという大変、まさに九重の雲の上に現れたる国家乱離の要因。さても保元初年7月の10日まことにむごい戦が始まりました。清和源氏の嫡流六条保元為吉は鎮西八郎為朝はじめ五人の子を率いて崇徳上皇のお味方となり、片や嫡男の義朝は清盛と共に後白河天皇のお召しによって御所へ馳せ参じました。源氏の悲劇の始まりか、決戦の前夜父の為吉は源家の総領が継ぐべき家宝の鎧を義朝の陣中へ密かに届けさせました。これぞ源太が産着でござります。